こんにちは。お待たせいたしました。本日はどういたしましたか？喉が痛くって頭痛がする。席の方は少し出てきてるみたいですね。今まで大きな病気されたことはありますか？それらの症状ってどれくらい前から？1週間くらい前からですか？辛かったですね。そしたらちょっと喉の中の状態、あとは、お胸の音などを聞かせていただきますね。力を抜いて緊張なさらずにリラックスしていてくださいね。そしたらまずちょっと首の周り触らせていただきますね。ちょっと上を向いていただけますか？あーんと開けていただけますか？はい、ありがとうございます。ちょっと難しいかもしれないんですけど、舌を上の方に向けていただけますか？はい、ありがとうございます。そうですね、やはり少し喉の奥の方、ちょっと炎症が起きてるみたいですね。そしたら次ちょっと喘息が少しあるようなので、胸の音をちょっと念入りに聞かせていただきますね。では失礼します。じゃあちょっとごめんなさいね。かもしれませんが、もう少しの辛抱です。少し深呼吸をしていただけます。
こんな感じで何回か深呼吸をお願いします。心臓の音はもったいないんですけれども、やはり深呼吸するときに少しちょっとヒューっていう音が入っているようですね。まだそこまでひどい気管支炎にはなってないですが、これからもっとひどくなってしまう可能性があるので、私の病院のオリジナルの注射を用意してますので、そちらの方で対処させていただきますね。あ、大丈夫ですよ、痛くない注射ですので、はい、お薬もそんなに化学物質を使っていない特別なエキスで調合した注射となってます。よろしいですか。はい。ではちょっと腕を出してくださいね。ありがとうございます。もし注射が苦手でしたら何かご不明な点などございますか？あ、こちらの病院の診察時間ですか？当病院は実は不定期でやっておりまして、本来は毎日やっていなければいけないんですけども、いろいろ事情がございます。